これちょっといい質問なんで、これだけちょっと無料ですけど拾いますね。はい。人を平気で傷つける人は一発ギャフンと寄せる方法ありますか？これ一個だけあります。スペインのことわざで、今日スペインのワイン飲んでるんで、スペインのことわざでいいことわざありまして、最高の復讐とは優雅に生きることです。だから、人にですね、こうね、傷つけられたりとか、ディスられたりとか、まあ、皆さんは炎上とかはしないと思いますし、アンチとかも湧かないと思うんだけど、アンチが湧いた時にはどうすればいいかっていうと、もっともっと楽しい人と過ごす時間を増やし、自分を磨く時間を増やし、自分がね、やっぱりぜひやりたいと思うような楽しい時間を増やしてください。そして、自分がめちゃくちゃ幸せであるところを見せつけやってください。最高の復讐はね、皆さん自身が幸せになることです。はい。